ご存知でしょうか。ブラック解放同盟、日教組、自治の先般から大きく社会を揺るがしている団体であります。名古屋市においても裏金問題が発生しております。また社保庁職員による、社保庁職員の長年にわたる職務怠慢によって、安倍政権下においては5000万件以上にも上る未曾有の献金未登録問題が発生しております。これが自治体あるいは一部の公務員などが加入しているのが問題の自治労であります。自治労を支持母体に持ち、戦後腐敗した教育界の元である元凶である日本教職員組合、いわゆる日教組や同和利権などに絡んだ部落解放同盟、皆さん、このような団体を支持母体にしているのが野党第一党である民主党であります。平成16年に発覚をしました BSE 闘牛病公金詐欺事件、この事件で発覚をしたのが名古屋の富士地区グループが近藤正一議員に対して多額の政治献金を行っていたということであります。このことは当時地元紙中日新聞をはじめ大手新聞社によって大きく報道がされております。名古屋の地においてブラック解放同盟の幹部を務め、問題の富士地区グループの経営者であった藤村義治容疑者は現在名古屋の地において公判中であります。近藤正一議員と癒着をする富士地区グループ、例えば皆さん、富士地区インターナショナル、ムッターハム、愛知食肉卸売市場協同組合、いわゆる愛食、名古屋市が出資する第三セクターである名古屋食肉市場、通称名食、これらの団体から毎年毎年皆さん、 BSE 事件が発覚するまで近藤正一衆議院議員は富士地区グループから多額の政治献金というものを集めてきたんです。公金詐欺ですよ皆さん、公金詐欺、多くの国民の皆さんが納められた税金の一部が富士地区グループを経由して近藤正一衆議院議員のところへ政治資金としてお金が流れていたんです。この BSE 事件、政治資金の流れ、経営者、富士地区グループの関係者は逮捕されましたが、お金をもらった議員さんたちは何らの処罰も与えられていません。お金を返せば済むことなのでしょうか。皆さん、民間の企業であれば大変なことです。公金横領、会社のお金を使い込んだね、皆さん、当然間違ったお金を手に入れれば、違法性のある政治資金を集めれば当然ながら皆さん処罰を受けるのは当たり前のことではないでしょうか。ところが
平成16年に発覚をした BSE 事件、関わった名古屋の政治家は何らの法的処罰を受けておりません。同和利権に深く関わってきた近藤正一衆議院議員、愛知3区の有権者の皆さん、このような議員さんに騙されてはなりません。近藤正一衆議院議員のスポンサーであった政治資金を流していた富士地区グループ、愛知県下においては同和利権を漁り好き勝手放題のことをやってきたわけであります。富士地区グループの参加団体である暴力団との関わりも深いと言われている同和団体部落解放同盟、この部落解放同盟の傘下にあるあらゆる同和関連事業、その中においてですよ皆さん、富士地区グループの傘下にある厚田区にあります愛知食肉卸売市場協同組合、通称愛食と呼ばれている食肉組合があります。この愛食、昭和53年から愛知県から皆さん同和高度化資金の名目、いわゆる同和対策ですよ皆さん、同和対策によって多くの愛知県民の皆さんが納められた税金を原資とする補助金、貸付金ですね皆さん、愛知県が富士地区グループの愛食に対して24億円もの資金を貸し付けたわけであります。昭和53年のことであります。この昭和53年から12年間の間に返済をするという約束でありました。しかも皆さん無利子ですよ、無利子、利息なしで12年間で返済をする。ところが富士地区グループは愛知県から借りたお金24億円を愛知県に返済をしていません。本来であれば税金であります。なぜ富士地区グループは返済をしないのか、また愛知県議会においてなぜこのことが問題にならないのか。さらに皆さん、続いて平成3年の年になります。愛知県は富士地区グループの愛食に対してお金を貸しているにもかかわらず、さらに27億円の補助金を与えているんです。27億ですよ皆さん、補助金、補助金の助成を行っている。なぜこのようなことが許されてきたのか。こうした同和対策資金の背景にはやはり近藤正一衆議院議員などの一部のブラック解放同盟や富士地区グループとの関係が深い近藤正一衆議院議員などに代表される同和関連の議員さん、県会議員、名古屋の市議などが関わっているわけであります。 BSE 事件ね、皆さん、平成16年の年であります。大変なことでした。日本の裏社会を仕切っていると言われていた大阪のアンナ、浅田満、名古屋のフィクサーと呼ばれていた富士地区グループの藤村義春が逮捕されたわけであります。同和対策をいいことに